兄貴、まずはモレノに向かって使わせ。松永と田頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。そこの踊りら止まれや。兄貴、あんならは本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろうが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配置がどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城も無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのにこんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。
ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れて行くとこ見たんか。何しても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで、嬉しそうに笑ってた。それで？飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。うん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。タツカはハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ、小清水の頭がおやっさん探しとるんも、多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃ、もしかしておやっさん、ハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でも、それよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな、多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人とキリュウさんがどうして。ソメは登場界の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には
子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから、それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好、もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして。キヨちゃん、あの染谷とそがなことが。南雲くん、私のことを幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。染谷とはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば
男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。ああ親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ、今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したの。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼馴染のわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか南雲。こっちのことはいい、お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。なんじゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どこか心当たりがあんのか松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へい、なあこともなあですわ。
驚き理由。こがんとこにおったんか。ふん、一人でいい度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。これは子が花子とか驚っきりよ。もう立ててすまんだ。今さら何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ、早うやらんかい。だらね芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ。お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染め屋と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。マスゾエのおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れキリュウ、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。スナック砂時計、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、よう小がなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介。このマッチを持ってた人を探してるんだ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、キリュウさん。俺のことを誰から。広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前うちに来てくれんさったんよ。なんだと。あーた宛てに伝言預かっとりますよ。
これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか。ええ、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら、広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんた、じいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。てねえと思ってるのはお前だけだ。ああ。
ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト。腰水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今までそがのこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キリュウさん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。やめて！
ユタ君。その人、昨夜お店に来てたお客さん。なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。え？ずっとハルカちゃんのことつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういう奴らから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。う、嘘じゃろ。ユータ、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら！すいません！お前が、はるかと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカたれ！踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それを、なんでじゃ！達川が、ハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんとそのゴムとかつけんかったんか。嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。ユータ本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさ、な、そうだろう。なんじゃ、これ。お前は、マスゾエ。なんでお前がここに。マスゾエ。広瀬さん、
約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでなったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの。老の息子はジミー・ローは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスゾエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことでそいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスゾエよ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから採用会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず物心つく前から施設で育ったろうが、俺と達川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが採用会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ採用会に拾われた兵敗つだ。
組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を産むせって言ったんだよな。な。そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目をつむこともお目付け役の仕事だ。踊れ勝手なこと言いよってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会がカムロ町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男がカムロ町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ。ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を西洋会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。
組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは辰川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる。一体何じゃ、こがな赤ん坊本気で殺そうっちゅうか。あのローガ、そんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。辰川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒夫に売ることで寝返ろうとしたんだよ。辰川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒夫を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは辰川の車だったんだよ。辰川が遥ちゃんを、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は辰川にとっても望まない結果だったはずだ。結局辰川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。辰川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、辰川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを辰川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ辰川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。
俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつら、ハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れな。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。그놈은건들지마라내가직접처리한다오마한준키난데오마이가고거니くそそこどけ邪魔だ。
안녕. 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠. 키리우사, 아나타와 こんな 形で 再会したくはなかった. 今日は これで 失礼します. 유타. 아니키. 하루토가 どうなった? それが 俺も 途中で 하그리ちまったんで. 하루토의 것은 카시라가 連れて 逃げてます. うまく 連中を 振り切ってて くれればいいんすけど. どうなったか 分からねえってことか. ええ. でも 組の 事務所で 待ってれば 連絡があると思います. あの、兄貴? あの兄貴、俺のこと怒ってますよね? はるかさんのこと。 おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。 南雲、ハルトは? にしてつかさい。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと？あいつら坊ちゃんを奪った後船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないすか。なんで曽我にすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子が土下座になってもええんか。いいわけないでしょう。 けど、俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカだれ。今いいのやつに船を用意させとけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。 さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやっさんたちも向かっとります。はよ。ああ。おい、何しとるんじゃ、ユータ。何しとるんじゃ、ユータ。踊れ。 抜けとるバイカ。ユータ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。 ユータ、俺が今何に一番怒ってるのかわかるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら
目の前で赤ん坊さらわれりゃ一問二もなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか、それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃお前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがそん時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。じゃあいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。
なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもションベンも何度も引っ掛けられた。でも変えりゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは、ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、早う乗れやこのバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろ。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろ。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそう言うね、田頭。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた、間違いない。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は岩見常夫だろう。おやま、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく老はそこまで年いとらんじゃん。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は牢に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのはさ、ヘイハイツの密航ビジネスだよ。え？ヘイハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。牢はその子たちを尾道に密航させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃は
その授業を手伝ってたよ。おやっさんも？ソガーのこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。おや、その兵配図の件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか？ん？ああ、常雄もロウと話す機会があったろうな。そうか、それが尾道と斎王会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。ん？ほれ、アジア街でロウが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんなら。クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実ですか？大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよたいいよって。どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにあるとは。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。Hey!
先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、キリュウさん。お前、半純期ですが、今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと、正確に言えばそれができるのはユウタ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。太陽界の老を殺すようにとね。何だと？ユウタ君なら父親である老を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には老の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいったとき、あの老が姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らはユウタに老を殺させるために。ハルト、期限は3日。ユウタ君も老を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか？まだ言葉もしゃべりない。一人で立つことさえできねえ赤ん坊、お前のスポーツマンシップとやるはどこに行った？男として美しくありたいとか抜かしてなかったか？くったらねえ真似する前に俺と蹴りをつけろ、半純期。こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だ、逃げずに受けろ。聞いてんのか？わかりました。キリュウさんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。キリュウの兄貴、どうなったです？今の電話ハン・ジュンギからすよね？聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されない。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまん、ハルト。必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。
やっ！ハルト、おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、キリュウさん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見常雄でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。何だと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように、雄太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上、達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑いきれなくても責めることはできないでしょう。達川はなぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし雄太君を刺客として牢へ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば達川は
彼女たちを岩見恒夫の元で監禁できたでしょう。しかしだからこそ沢村遥はその土壇場で辰川を信用することができなかったようです。そしてもう하고있는거야もしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらがあるか。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純喜、お前がそこまで話すってことは俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですがこれで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリュウさん。望むところだ。これがジンゴン派の最後の花火だ。待たせ悪かったな、ハルト。
レーさん。やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見常雄も牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。